今回はここからです。は何ですか、これは。いただきぶどう取り仕事ですね。買い物して帰ります。おやすみなさい。雨です。6人タッグマッチノータッチルール、時間無制限、一本勝負を行います。レディーゴー。Oh!
大会終わりました。片付けがあります。今からリングをしまいに行きます。飯です。いただきます。うわ、黒酢のあんかけ、なんだっけ、黒酢、なんだっけ。うん、北島ね、何食べてますか。勝利のカツ丼です。セブンイレブンでスイーツです。はい、スイーツタイムです。イエーイ。デザートタイムデザートタイム、今日はもうセブンイレブンです。まあ、あのスイーツは、コンビニがいいっすよ。じゃじゃん。あ、それではかねてより提案のエクレアを実食。うん、北島。うん。5個目。こう食べて2個目つまり。長い一日業務終了です。ただいま夜中だよ。ただいま午前3時30分、寝ます。おはようございます。出勤しました。またトラックドライバーです。トラックを返しました。これから食事です。ベトナム料理食べようと思います。豚肉のロース焼きセット、シミみたいなやつ、ふわふわしてる、うん、独特のあれだね、なんていうの、香味、うん、これです、謎の食べてみましょう。あ、うまいな。
コーヒー飲んでみます。苦味効いてる。甘いけど苦味効いてる。休憩。ぼちぼち帰ります。お仕事終了。誕生日おめでとう。8月の4週目振り返って、最近はその動画回したりとかしてるんですけど、あんまりこう営業したりとかあんましないんですね。そこに価値がない、置いてないっていうか、はい、なんか楽しく、周りの人と楽しく一緒にこう暮らしていきたいというのがあって、まあ、そこにプロレスが間にボンとあるのが私にとっての幸せですので、そういう生き方をしていますよという情報をちょっと皆さんにシェアしたかったんで、今動画を回すようにしてます。で、若い人たちは、まあ、見てるか分かんないですけども、やっぱり人生一度きりなので、何十年も先のこと考えたりとか、そのために今安全な道を歩こうとか、そんなことは考える必要ないと思うんですね。はい、やれる時は今しかないければ今やっといた方がいいと思ってます。残りのレスラー人生のこととかもあんまり実は考えてなくて、考えちゃうとその通りに動くしかなくなっちゃうんで、やはり楽しい方向へ、楽しい方向へ、毎日日々楽しければいいなと思ってやってます。その中で、やりたいなと思うことも、2つ3つありまして、今からチャレンジしていこうと思います。それは決してガツ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 何が何でもやるんだとか、もうそういう年齢でもないので、やはり周りの人に迷惑かけないようにコミュニティがどんどん良くなっていくような、そういう、事業っていうのかな、事業ではないですね、やりたいことにちょっと、はい、チャレンジしていこうと思ってます。決して無理はしないですけども、楽しみながら、時間かかるかもしれないし、意外とパパっていくかもしれないし、はい、時代も変わっていくでしょうから、それをに合わせながら、やりたいこと3つ、2つかな、はい、まとめながら、動き出そうと思ってます。何をするとか言わないです、何かあいつやったなっていうのを見ててもらえば、そのうち、分かるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、板橋宿不動通り商店街の、大会を中心に、8月の第4週を見ていただきました。ではでは、おやすみなさい。